2023年もあと少し。もう少しで2024年だぜ。2024年は元旦からサッカー日本代表の試合が見れる。新年早々、代表戦の試合が見えるなんて幸せよね。間違いないぜ。こたつでぬくぬくしながらみんなで応援しようぜ。いいわね。私はお雑煮でも食べながら見ようかしら。あ、それもいいな。とまあ、元旦の代表戦も楽しみだけど、サッカー日本代表に関する話題も上がってきているぜ。お、今日はどんな話題なのかしら。それは聞いてからのお楽しみだな。それじゃあ、今回も張り切って紹介していくぜ。早く早く。よし。それじゃ、まずは日本代表ミッドフィールダー久保選手の話題からだぜ。北日本のエース久保選手、ドイツのとあるメディアは、ラリーガでプレーする選手の推定市場価格を先日一斉に更新したんだ。そこでなんとレアルソシエダの久保選手が、日本人の歴代最高値を記録したんだぜ。おお、さすが久保選手ね。ちなみにこの推定市場価格って何なの？推定市場価格とは、各選手の能力や実績、年齢、過去の移籍例などから、総合的に判断して弾き出される評価額のことなんだ。なるほどね。今まではブライトン所属の三笘薫選手と日本人過去最高の5000万ユーロ、77億5000万円で並んでいたが、今回の更新で久保選手は6000万ユーロ、約93億円へと上昇し、単独トップとなったんだ。この結果を受け、ドイツのとあるメディアでラリーガを担当するトビアス・ブラシオ氏はこう話したんだ。久保は過去にもすでにラリーガでその素晴らしい資質を発揮してきたが、今シーズンはチャンピオンズリーグ、つまり最高峰の舞台でもそれを示すことができている。グループリーグ突破はソシエダにとって大きな成功である。今のルアルグアシル監督のシステムにおいて久保は非常に重要な役割を担っている。代表チームでの高パフォーマンスも久保の飛躍を示す。22歳という若さでさらなる成長の可能性がある。評価高いわね。ますますこれからの成長も楽しみね。ああ、このまま成長し続けたら、今回の記録をさらに更新する可能性も大いにありうるぜ。そうよね。これからも変わらず頑張ってほしいわね。ああ、ちなみにこの推定市場価格に関して、韓国メディアも反応を示しているぜ。韓国のとあるメディアは、久保が1位？と銘打ち、自国のスターと比較しているぜ。イガンインの親友としても韓国ファンによく知られている久保は、ソシエダのエースとして活躍。攻撃型ミッドフィールダーと両ウィングなど、様々なポジションをこなし、今季はここまで6ゴール、4アシストを挙げている。その市場価値は今回のアップデートで1000万ユーロ上昇。一方、キム・ミンジエは6月にナポリからバイエルンに移籍した時から変動がなかった。やっぱり久保選手が気になってしょうがないみたいね。トップで並ばれて少し焦っているのかもしれないな。3位も日本人選手だ。三笘が5000万ユーロで単独3位にランクインした。ブライトンの躍進をリードした。パフォーマンスが評価され、10月に契約を延長した彼は今季も良い活躍を続けている。ソン・フンミンも同じ5000万ユーロだが4位に入った。久保に押されたキム・ミンジエと同様に金額では同じ評価を受けたが、主に現在の活躍と年齢を重要視する基準によってランクが1段階下がった。ランキングを20位まで広げると、日本は13人、韓国が4人、イランが2人、オーストラリアが1人だ。20位までに日本人選手が13人もランクインなんて誇らしいわね。そうだな。ちなみにこの話題にサッカーファンは、まさにこれこそが今の日本代表の選手層であり強さを示していると思う。日本選手の中にはまだまだこれから評価が上がってくるだろう期待の若手選手がいて頼もしい。日本は今史上最強と書いてるとこがありますが、確かにそうだと思います。ただ来年はそれ以上の史上最強になるでしょう。これからずっと育成の花が咲き続けます。といった日本代表の強さに喜びの声が多く上がっているぜ。私もすごく嬉しいわ。これから先も評価され続けられるように頑張ってほしいわね。ああ、応援も頑張っていくぜ。さあ、次の話題は各ポジションの2023年におけるベストプレイヤーランキングについてだ。スイスに拠点を置くとあるサッカーの研究機関は、先日24日に各ポジションの2023年におけるベストプレイヤーランキングを発表したんだ。そのランキングになんと、レアルソシエダ所属の日本代表ミッドフィールダーの久保選手が右ウイング部門で9位、ブライトン所属の同フォワードの三笘選手が左ウイング部門で3位にランクインを果たしたんだ。おお、やっぱりこの2人すごいわね。このランキングは、ゴールキーパー、センターバック、左右のサイドバック、守備的ミッドフィールダー、
攻撃的ミッドフィールダー、左右ウィング、センターフォワード、セカンドストライカーの9部門に分かれており、それぞれの部門において上位10名が発表されるんだ。久保選手は、レアルソシエダ在籍2年目でここまで公式戦24試合に出場。6ゴール4アシストを記録し、見事に右ウィング部門の9位にランクインを果たしたんだ。1位のイングランド代表フォワードのブカヨサカ選手や、2位のエジプト代表フォワードのモハメド・サラー選手といった、そうそうたるメンバーの中に名を連ねたぜ。本当久保選手はどこまでもレベルアップしていくわね。そして三笘選手は、ブライトンでここまで公式戦24試合に出場、3ゴール6アシストと結果を残し見事に左ウィング部門で3位にランクインしたんだ。三笘選手も毎回驚かせてくれるわよね。本当だぜこの結果にサッカーファンは。このメンツで3位の三笘半端ないし9位の竹もすごい。ランキングの良し悪しは置いといて海外のランキングに普通に日本人が上位に上げられてるだけで、いい時代になったなって思う。といった、喜びの声が上がっていたぜ。日本人選手がこういうランキングにどんどん名前が上がるようになって、着々とレベルアップを実感できて本当嬉しいわね。そうだなこれからもますますの日本人選手の活躍に期待だな。次もまたランキングの話題だな。スペインのとあるメディアは、先日12月24日にラリーガにおけるシーズン前半戦のトップ10を発表。そこで久保選手はなんと、1位のジュード・ベリンガム選手と、3位のアントワーヌ・グリーズマン選手に挟まれる形で、見事トップ3入りを果たしたんだ。久保選手、どんどんランクインしていくわね。このニュースに日本だけでなく、韓国のメディアも反応を示したぜ。韓国のとあるメディアは、久保がグリーズマンにまで勝った、スペインメディア選定、ラ・リーガ前半戦のトップ10。と銘打ち、久保選手の偉業を大々的に報道したんだ。新潟県久保だ。久保はレアル・ソシエダで2シーズン目を迎え、ますますポテンシャルを発揮している。ここまでリーグ戦17試合に出場し、6ゴール3アシストを記録。特に9月には出場は4試合で4ゴールを決め、リーグ月間最優秀選手に選ばれた。この時の久保選手の勢いは正マジかったわね。本当だなまさに破竹の勢いだったぜ。その活躍は推定市場価格にも反映されている。最新情報によると、久保はキム・ミンジェと同じ6000万ユーロまで上昇。年齢を考慮してキムが2位にランクされ、彼はアジア1位となった。世界では62番目に高い額なほか、ラリーガでは12位、ソシエダでは1位、右ウィングでは7位、2001年生まれでは8位だ。この調子だと、来年も久保選手の活躍まだまだ続きそうよね。久保選手ならもっともっと上に行くと思うぜ。ちなみにこの話題について、サッカーファンは、ますます注目度も上がり選手としての価値も上がり、同じ日本人として誇らしいですね。ベリンガムが1位はしょうがないけど、チーデの2位はすごいね。今季のグリーズマンは絶好調と言っていい、市場回ったのは素晴らしい。2023のグリーズマンは世界最高レベルと言われているのに、そのグリーズマンより上を行ったか。久保建英も世界の久保になったということだ。といった称賛の声が多く寄せられたぜ。世界の久保、まさにその通りね。ああもう間違いなくスター選手の仲間入りだよな。間違いないわね。これからの活躍も本当楽しみよ。ますます世界が注目しそうだぜさ。次の話題は久保選手の移籍についてだな。お？今までいろいろと久保選手の移籍情報出ているけど、また新しいところかしら？今度はマンチェスターユナイテッドが久保選手を狙っているみたいだぜ。とあるイギリスメディアは、英国の大富豪による買収が完了した赤い悪魔の補強候補5人のうちの1人に久保選手の名前が挙がっていると報じたんだ。久保選手、どこのクラブからも注目されっぱなしね。本当そうだな。マンチェスターユナイテッドに関して、今冬の移籍市場でも活発な動きが期待されると報じられる中、獲得する可能性がある5選手がピックアップされ、その中でも真っ先に久保選手の名前が挙がったんだ。そんな久保選手に関して、才能豊かなウィンガーの久保はレアル、ソシエダで今季ラ、リーガとチャンピオンズリーグで、印象的な活躍を見せている。日本代表は24試合で6得点4アシスト、モトレアル、マドリード、バルセロナの久保は、右ウィングだけでなく、10番でもプレーできる。と評価しているんだ。マンチェスターユナイテッドは、2022年に1億ユーロで、ブラジル代表フォワードのアントニー選手を獲得したものの、思うような結果を残せていない。さらに、エリック・テンハフ監督と衝突したイングランド代表フォワードのジェイドン・サンチョ選手も、
本当の退団が確実視されているんだ。そんな前線の主力選手いなくなるかもしれない状況だからこそ、久保選手への注目度がさらに高まっているんだぜ。なるほどねー。攻撃陣の補強において、久保選手は確かに有力候補ね。あー、ちなみにこの話題に関して、サッカーファンは、リーガで初めて、そして唯一通用してる日本人だから、リーガに残ってほしい気もする。チームへの忠誠心が強い家族的なチームだから、このチャンピオンズリーグ16強を控えて来季のチャンピオンズリーグ出場権を目指す現状において、出るわけがない。一昔前なら日本人が万有からのオファーを切れるなんて夢にも思わかなったけど、どのポジションも問題山積みなチームに無理していく意味はないといったマンチェスターユナイテッドへの移籍に反対の意見が多かったんだ。そうね、今のそれぞれのクラブの状況とリスク考えたら移籍がいい方向に働くとは思えないわね。だな、今の大活躍できるソシエダの環境を捨ててまで行くにはリスキーすぎるぜ。最後は久保選手のレアルソシエダでの最新試合に関する話題だぜ。レアルソシエダは12月21日にラリーガ第18節でカディスと対戦、結果は0対0のドローに終わった。しかしこの試合で久保選手にハプニングが起きたんだ。え、何があったの？この試合で久保選手は先発フル出場を果たしたんだが、マーク相手のルベン・アルカラス選手に脇腹を殴打され、腕をつかまれ投げ飛ばされるなどの被害に遭ったんだ。久保選手、大丈夫なの？さすがに脇腹を殴打された時は、苦悶の表情を浮かべてその場でうずくまったんだ。腕を掴んで投げ飛ばされた時は、さすがの久保選手も苛立ちをあらわにしていたぜ。こんなラフプレイ許されないわよ、レッドカードものでしょ。この出来事にスペインのとあるメディアは、久保の肋骨が心配と銘打ち。だけ、久保は痛みに苦しみながらスタジアムを去ることになった。結果のためとはいえ、アルカラスは肋骨への殴打と長時間に及ぶしがみつきという二重違反を犯したと伝え、肋骨を殴られ肋骨にひびが入った可能性があり、近い将来に控えているアジア杯へ予期せぬ事態を招く懸念があると不安をあらわにしたんだ。また同記事では、イマノル・アルグアシル監督の試合後のコメントも紹介されており、殴られた竹の肋骨にひびが入ったかもしれなかったので交代を申請する寸前だった、だが彼はそのまま試合に出場することを望んだと本人の意思を尊重したことを説明したんだ。後日検査を受けるようだが、もし久保選手が負傷したとなれば、ソシエダにとっても日本代表にとっても大打撃となるだろうぜ。本当よね、これから大事な時期に入っていくのに久保選手が抜けるのは本当痛すぎるわよ。本当だぜ、何も異常がないことを祈るばかりだぜ。ますます久保選手から目が離せないわね。そうだな、これからもこまめにチェックしていくぜ。というわけで今回の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとな。チャンネル登録高評価してくれたらいいことあるかもよ。そんなこと言ってあるわけないだろ。うるさいわねー。私が全力で応援してあげるわ。まんじゅうに応援されてもな。誰がまんじゅう人間よ。絶対に食べさせてあげないんだから。最後の最後に怖いこと言って終わらすな。あら、ほんと、また次回の動画もお楽しみに。